バイオロックは、海水中のイオンを電気的に積出させることで、人工的に岩石を形成させる技術であり、バイオロック社によって使用される、商標名である。バイオロック技術は、電気技術の発明者ウルフ・ヒルバーツ博士及び、グローバルコーラルリーフ・アライアンス会長のトム・ゴリャウ、博士がこの技術を開発し、1979年に特許を取得した。 水中の電極に電流を流すことによって機能する。電流が流れる限り、構造体は、ほぼ無制限に成長を続ける。バイオロックは、魚礁としての役割を果たすほか電流が流れることで、サンゴの付着、成長促進も期待されている。電気技術をサンゴの増殖に応用したもの。鉄筋の構造物を陰極とし、近くに置いた陽極との間に直流低圧電流を、 流す。すると、電気分解により、海水中のカルシウムイオンやマグネシウムイオンが炭酸カルシウムなどとなり石質、コンクリート状の構造物が出現する。溶極には腐食に強いチタンなど耐久性電極が用いられ、石質物の素性は通電電流、電圧及び海水の素性温度によって変動する。 また炭酸カルシウムと水酸化マグネシウムの比率が50%程度の電気物はコンクリート以上の強度を持つ。通電は陰極防食法の外部電源方式と同じ効果を持ち、海水中であっても鉄はほとんど腐食しない。構造物が発する微弱な電解は、カキやタコなどの生物が吸い寄せ、移植されたサンゴは通常の3から5倍の速さで成長するようだが、 理由はよくわかっておらず、また成長の促進に関する科学的データは乏しい。チューブ内のアラゴナイト、ありがとうございます。